ミルクサッカーアカデミーでございます。井上真と申します。ノーミルク佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。プロサッカーデータマンの佐藤先生とお送りします。今日のテーマは何でしょうか。勝ちましたアヤックス。お、素晴らしかったですね。アヤックスがユベントスに激勝した理由、はい、うん、これを皆さんと共に勉強していきたいなと。チャンピオンズリーグのラウンド8、ラウンド8、ね、ベスト4に進出しましたということで、はい、うん、出ましたけれども、あ、もう出てますね。かっこいい、ね、黒のユニフォーム超かっこいいね。かっこいい。これ今売れてると思いますよ。すごい。そうです、ね、そしてね、うん、皆さん、はい、今この写真のど真ん中でウェイってやってる選手、おこれはまさか、せーの、マタイス・デリフト。完璧。いや、ありがとうございますかつてね、このアカデミー始まった子半年以上前ですよね。中身8回目ぐらいです、ね、その時に先生が初のこの個人コンテンツとして教えてくれた、こっから来るよって言った、まだこの子来ますよっていう子がまさに半年経って世界的なスター。そうです。ね、で後でちょっとまた話しますけど、貼っときますね。聞いてください。アヤックスって、ええ、我々、うん、それこそ本当10月11月ですよ、うん、やったじゃないですかね、予備予選みたいな話、はいはいはい、チャンピオンズリーグやりました。貼っときます。予選2回戦から来たんですよ、うん、アヤックスって。すげえ。我々とそれと同じ予選をずっと経てやってきて、うん、勝ったんですよ。すげえ。ロナウドに。あ、そうだよね。ストップザロナウド。だってアヤックス22年ぶりでしたっけ。そうですね、ベスト4はね、はい、言ってましたよ。来たよと。すごいね。ほんとすごい、はい。まあ、ということでまずは、ね、はいはい、両チームのスタメンからまずは見ていきましょうか、うん、その撃破できた理由を今日は先生が、そうですね、戦術的に解説していただきます。もちろんでございます。今日何分ぐらいになりそうですか。わからないですねもう行きましょう。はい、行きましょう。はい、お願いします、はい、こちらですと。じっくり行きましょう。はい、まずはユベントスのスタメンから見ていきましょう、はい、キーパーシスニーで、あとは右にデシリオ、うん、はい、でセンターバックにルガーニとボヌッチ、はい、左にアレクサンダー、で中盤3枚エムレカン、ピャニッチ、マテュイリと、うんうん、でフォワード真ん中にディバラ、はい、右に、ベルナルデスキ、うん、左にはこの男、はい、今のところね、個人は今年は4冠かかっていたわけですね、クリスティアン・ロナウドですね、はははは、うん、っていうこの 4-3-3 というフォーメーションでございます、はい、で対してのアヤックスがこちらでございます、はい、出ました。なかなかあの馴染みない人も多いかもしれませんけど、うん、まあ、これを機に覚えてくれたらなってところですね、はいはい、うん、キーパーがオナナ君、うん、で右サイドバックに、ウェルトマン、はい、でセンターバックに、うん、マタイス・デリフト君がいるわけです、ね、デリフト君ね、この4番の子ですね、はい、うん、でセンターバックもう1枚があのブリント、うん、ブリントはもう有名ですよね。そうですね、ベテランですもんね、はい、うん、であと左がですね、うん、マズラウィ君という選手があったんですけど、うん、前半11分に、怪我してしまって、あ、そうですか、はい、交代になりますすぐですね、はい、シンク・グラベン選手に変わりました、うん、左の、ね、サブスティチュースの中の8番の子ですね。なるほど、はい、でボランチに20番のショーネと、こっちもう一人、デリフトと一緒にこのアヤックスを牽引し続ける超若手東京世代、はい、フレンキー・デヨング、はあ、フレンキー・デヨング、はい、彼もバルサですね。次ね、行っちゃうんですね、はい、うん、で 次にトップ下がファンデベーク、うん、で右にいるのが、右のウィングにいるのがジエック、ハキム・ジエックで、うん、左にネレス、はあ、で一番真ん中にはタジッチですね、はあ、今得点ランキング2位かな、こ、こんな選手になってます。全体的にすごい若いんでしょ。キヨネイも若いですね。若いんだね。若い。で平成ジャンプぐらい。いや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 、平成ジャンプつの若くもおじさんだから全部若くもう全然。そうか、誰ぐらい。その人で、ストーンズとか分かんないでしょ。ちょっと分かんないです。あのローリングストーンズですか。ダンサイだよ。笑うんじゃないよ。笑うんじゃないよ。いや、どれだけこのね、のね、両チームそして若いのかってことは次のシートでちょっと分かると思います、うん、あ、お願いします、ね、せーの、何来ました。いわゆるこれからコイントスなんですけど、はい、左がですね、ユベントスの、パウロ・ディバラ、ディバラ首相、アルゼンチンですね、25歳、はい、そして右、ディフェンダーマタイス・デリフト、オランダ代表ですけど、キャプテンです。19歳、はい、はあ、キャプテンやってんの。キャプテンです。あれじゃなくて、あのあれじゃなくて、デヨングじゃなくて、なんだっけ、あのブリントじゃなくて、うん、デリフト。はあ、そうですか。そうなんですよ。これは、ま、任されてるというか、はい、いや高卒2年目っすすごい高校っていうかとか分かんないし633でもないと思うんですけど ね、あの学年が。だからあの前田大然が、まだ東京世代なのってまさに言ってたけど、そんなレベルじゃない。アヤックスのキャプテンですよねチャンピオンズリーグベスト4のキャプテンが19歳。まだ日本で言ったらお酒飲めません。そうだよね、はい、は大学2年っす。どんな暮らししてんのか知りたいです ね、 ですね。どんなお金の使い方してるの、まあ、使ってないんだろうけどね、まあ、使う暇もないでしょう、ね、あ、かっこいいね、はい、うん、
となっております。ということで、うん、お品書きをこちらいきます。はい、どういうこちらですね。はい、アヤックス激勝の理由ということで、はいはいはい、今回説明していくのが7ポイントあります。うん、はい、まずは1点目ですね、はい、ユナイテッドじゃないですね、はい、ユベントス、はい、ロナウドが得点できた理由、はいはい、そして、アヤックスのファンデベークの同点だ、はい、でついでにアヤックスの今季のチャンピオンズリーグの歩みも振り返ってみまして、はいはい、あとは途中途中、うん、なぜユベントスが2失点してしまったのかっていう流れもしながら、うんうん、いろいろ見ていきたいなと言いたい感じになっております。はい、じゃあまずは、はい、ロナウドがなぜ得点できたのかっていうところから振り返っていきましょう。うん、はい、いきます。こちら、うん、まずはこちらですね、うん、まず21分47秒のシーンになります。はい、このシーンですね、まだこのシーンではまだ得点することはありません。うん、これ何があったかあって、うん、ユベントスが右からのコーナーキックがあったんですね。はい、白がユベントスだよね。そうですね、うん、で黒が、アヤックスとなっているんですけれども、はい、基本的に今このいわゆる画面上左の方かな、うん、黒丸と、白丸がそれぞれ1個ずつあると思うんですけど、はいはい、白丸がロナウドさんです。うん、攻撃側ですね。で、黒丸がデリフトさんです。ああそうですと。だからちなみにこの試合を通じてずっとロナウド VS デリフトなんです。マッチアップしてたわけですね。そうかそうか。まず振り返りましょう。今3連覇中、何度一体バロンドール取ったかわからないこの男、うんうんうん、ね、VS、19歳。おん、まあちょっと師匠クラスで遠慮しますよ私は。そうですよね、で、あロナウドだと思いながらやってるんですよ、私だったら。そうはならない。サインもらっちゃう。まずユニフォームいいですか？終わったらユニフォームいいですか？マッチアップするときに先にね。はい、私だったら。で、このもうコーナーキックが結構あったんですけど、はい、各コーナーキックの時にロナウドがファーにいるんですよ。ファーサイド。あ、そうですか。いわゆるね、コーナーをその蹴る側と反対側の遠い方のところにいるんです。だから、も強いもんね。そうなんです。うん、だからデリフトももちろんロナウドをマークするからファーにいるんですよ。うん、ただ動かないんですよ。どうだったか、ロナウドが。ロナウドが、はあはあ、このコーナーキックのこの21分47秒のシーンも、はい、ロナウド動かないんですよ。動かない。普段は結構動いて頭で当てに行く。そう、うんうん、なんで今ロナウド近くにはユベントスの選手もたくさんいるけど、その方々は動いてらっしゃるんですよ。そうでしょ。ロナウドさん動かないんです。本当だ。この写真だけでも分かりますね。そうなんです。なんとなく動いてる感分かりますよね。うん、はい、で、そうですね。で続いていきます。はい、はいはいはい、こちらです。はい、続いてそこから約6分ぐらい経って、うん、27分25秒のまた同じく右からのコーナーキックのシーンなんです。あ、これ違うシーン、うん、はい、うんうんうん、このシーンの直後得点が決まります。このコーナーキックで得点決まるんですが、はい、1枚一つの前のスライドで見たのと同じ、はい、やっぱりデリフト君もロナウドさんも、うん、やっぱり同じような、そうですね、同じ位置にいるじゃないですか。はいはい、またファーサイドにいる。そうですね、はい、ここから得点が数秒後に決まるわけですけど、はいはい、一体ロナウドが何をやったのか、まずは見ていただきましょう。はい、せーの、こちら約2秒後ですね。ほうほうほう、先ほどデリフトとロナウドの前に、はい、もうユベントスの選手とアヤックスの選手が合計 6,7 人はい、はい、ごった返してる状態だった、はい、そうでしたね。でさっきまではずっと、まあ、一つ前のコーナーキックでも動かなかったロナウド、うん、ずっとキーを待ってたんですね。はあはあ、今までのアクションを全部おとり、自分がファーサイドに居続けて動かないっていうのはおとりの動きだったんですね。伏線を張ってたってことですか。伏線を張ってた。おお、なるほど。このシーンいけるなと思ったロナウドは、ね、うん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 、ユベントスもアヤックスもそこに前にいる、はい、うん、全部を壁に使います。はいはい、間に入ってるね、これ見ると。そうです、あのロナウドはですね、先ほどいたこの先ほどの位置から外巻きに回っていくんですね。擦り切る感じだね。そうです、仲間と敵をいっぱい使って、はい、はははは、ただもう壁のギリギリのところをついて走っていくもんだから、デリフトはロナウドにずっとついていくことができないです。そうですよね。おそらく落下点としてここら辺に来るだろうってことを予測して、はい、ロナウドとは違う方向をいわゆるインのところですね、走って壁のインを走って行かなきゃいけなくなる、ね、あのスペース埋めんなダメだし、あそこでロナウド合わせてくるのかな、今離れちゃってるけどって思うもんね。そうなんです、はいはいはい、ただこれがもうロナウドたる理由なんですね。はいはい、何でいきます、はい、せーの、うん、敵味方問わずデリフトにとってはもう邪魔になってるわけじゃないですか、うん、ロナウドは自分の動きも自分の気持ち発信でダッと動いてるから、どこに落下点があるかってことを踏まえたままいくけど、デリフト側からしたらロナウドは多分落下点に入っていくんだろうけど、どう動いていけばいいかがわからないわけです、うんうんうん、これキッカーとのアウンもあるわけだもんね、練習の中で。だからおそらくはもう、はい、用意してたんでしょうね、はいはいはい、で結局はここで合わせる、はい、これボールですよね。そうです、うん、今ロナウドはこのボールをそのまま合わせてゴールがそのままこの 1秒以内にもボールが決まっちゃう状態なんですけど、はいはい、デリフトはあと一歩のところまで行ったんです、う
隣にいる転んでない方がデリフトね、これ、はい、はいはいはい、デリフトは最後に誰にぶつかったのか、はい、同じチームメイトにぶつかったのか、いわゆるバスケでいうスクリーンアウトですけど、はい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 、もう最後の最後まで頑張ってあと一歩のところまで行ったんですが、うん、ユベントスの選手ではなくアヤックスの選手にぶつかってしかも倒してしまったことによって入れてないもんね、ディフェンスに入れてないんです。なるほど。でこれでゴールが決まっちゃうんですね。マルナードとしては目論見通り、もうまさにやりたいこと完璧ですね。はあ、すごい。そのために振りを一回作ったということ。そうなんです。ちなみに、うん、デリフトもう先に言っちゃうんですけど、うん、はい、空中戦の勝率回数が、はい、8戦6勝なんです。この試合、この試合通じて強いですよね。それは超強い、はい、だけど、うん、その要は最初の方は、うんうんうん、ロナウドにこうやってチンチンにされるんです。はい、動きでもやられるし、はい、他に単純に競り合うシーン、競り合って負けるシーンもある。はいはいはい、最初はそうだった。これはだから8勝、2敗の1回、ね、にもならない。これは競ってもいない、競ることすらできなかった。なるほどなるほど。ただ競ることすらできなかったところから、はいはい、うん、競って負けるところまで試合中に成長していきます。すごい話ですね。ただまさ、8戦6勝ということは、はい、うん、競って負けないどころか、うん、後半は、うん、競って、あ、そうですね、勝つ物語が始まって、マジですか。もう27分のこの後からってことですか。そうです、超楽しいじゃないですか。何それ。まあその前にこんなシーン見ていきましょう。19歳が先にこんなシーンです。はい、はい、うん、続いてね、はい、まずはアヤックスの同点弾のシーンなんですけど、先ほどの失点の後ですもんね、はい、分。これね、もう一つちょっと伝えておかなきゃいけないことがあって、いわゆるユベントスの守備陣、はい、しかもこんなに人数いてもこうなるよってお伝えをしなければならないんですが、はいはい、我々今戦術的にどうやったら得点をすることができるかっていう戦術解析動画も一回やらせてもらう。そうですね、もう貼っときますし。そうですね、うん、はい、でこのシーンで言ったらこの白の丸見てもらえれば、うん、はい、ユベントスなんか知らないけどめっちゃいますね。いますよ、6人いる状態なんですが、はい、実はこの1秒後に点決まります。アヤックスが奪うってことですよね、はい、ほんほんほん。これ何が起こったのかっていうと、はい、これも、我々出させてもらったんですけど、うん、トッテナム VS、うん、マンチェスターシティの、はい、ラウンド、チャンピオンズリーグラウンド8、はい、ファーストレグの戦術解析やらせてもらったんですが、はい、その時になぜソン・フンミンが得点をすることができたかって言われたら、はい、ディフェンダーたちがセルフジャッジしちゃったんですね。あの右サイド出ちゃった、出ない、そうですね、ライン出てしまったから、うん、おい出てるぞ審判なんて言って、うん、だけど出てなかったんですね。そうですね。それをソン・フンミン分かってるから一人で動き続けて得点を奪ったってシーンなんですけど、このシーンもまさにで、一番左側にいるこの黒丸、はい、ジエクなんですけど、あのボランチの位置ですよね。そうですね、うんうんうん、そこからパスを出したんですが、うん、いわゆるちょうどね、ディフェンダーとディフェンダーの間に一人だけこのファンデベークという選手がいるんですけど、はいはい、パス通ったんですよ、うん、ワントップの選手に通ってるって。そうです、うんうん、なんですが、彼の周りにいるディフェンダーの選手たちは、うん、彼らからすれば自分たちのラインよりも後ろの選手に通ったわけだから、これはオフサイドと感じちゃいますよ、このセンターバック2人はって思うじゃないですか。はい、オフサイドでしょ実際これ。だけどこの黄色の線ご覧ください。あ、ダメなやつがいるぞ。一番右のところに、はいはいはい、明らかに遅れてる選手がいるんですね。これはちょっと、ね、ダメだね。だから、うん、これは得点になってしまうわけです。ボールを見てるディフェンダーからしたらもう完全にオフサイドだと思うわね。そうだ、だからみんな手を挙げちゃうんです、この直後に。そっか、オフサイドだよ、うん、違うわけですね。わー、なるほど。だこれ、あのこれ中学生とか高校生とか大学生、今サッカーやられてる方とかにもぜひなんですけど、セルフジャッジだけはちょっと勘弁した方がいいかもしれない。ないわゆる自分のところだけがやっぱり全てじゃないわけですよ、はいはい、自分が最高率かどうかってことは、それこそキーパーにしかむしろ分からないぐらいですから。ラインズマンとね。そうです、うん、だそうじゃなかったんだっていうシーンがありました。これはだから知っといてほしい、ね、怒られたのがね、サイドバックの人ね。そうですね、うん、一応あの違うカメラから見てみましょう。せーの、はい、こちら。あ、こんなに明らかですね。あ、本当だ。もう見なくても分かるぐらいですね。もうこれだったんで、まあディフェンセンターバックの方々からすればわーいって思うかもしれないけど、まあ普通に通ったよっていうところはありました。なんでこんなになっちゃったんですか、守り側は。これいわゆる左サイドから来たんですね、うん、だから左サイドの奥でちょっと一人だけ黒い選手、うん、黒いユニフォームの選手いると思うんですけど、うん、彼だから影の主君ですね、この点の。あれちょっと戻ってる
あれですね。そうです。ああ、なるほど、はい、彼が作った幅でもあるわけだ、あれはね。彼を警戒してあそこにいるんだ。そうなんです。ああ、面白い、サッカーって面白いですね。面白いですね、そういう振りとかも。だから全体的に伏線があったわけですね。引っ張ってるわけだ、左であの人の走りが、ね、なるほど、まあ、ということでこんなところまで、はい、まあ、いろいろ前半見てきたのもあるので、はい、まあ、ちょっとハーフタイムみたいなもんで、はい、アヤックスの、チャンピオンズリーグの歩みを見ていきましょう、はいはい、こちらです、はい、出ましたね、チャンピオンズリーグその、ね、予選みたいなところがグループステージの前に実はあるんですけど、ほうほう、まずは予選2回戦、オーストリアのストルムグラーツ相手に2連勝、はいはいはい、で今度は、ベルギーのスタンダルリエージュに予選3回戦では 2-2 のドローと 3-0 の勝利、うんうんうん、で、予選ラストでは今度はディナモキエフと、うんうんうん、ウクライナの強豪ですね、はいはい、に、勝って、まあ、グループステージに上がってきたわけです、うん、はいはい、でグループステージはそれこそストルムグラーツはあれですけど、うん、スタンダルディナモキエフなんてやっぱり強豪強豪ですからね、うん、でグループステージやってきたら、はい、まずバイエルンですよ。いや、とんでもないね、とんでもない。ベンフィカですよ。はい、とんでもない。とんでもないですよ。全部だってリーグチャンピオンみたいなもんでしょこれ。そうなんですよ、ね、ドイツ、ポルトガル、ギリシャの、うんうん、で彼らの中で一応ですね、あの3勝3分けなんと無敗、3勝3分け、おお、はいはい、でグループステージ突破して、すごいね、うん、まず当たったのがレアル。いやー、そっか、そうだったね。でレアルに初戦負けたけど、2戦目でラン、はい、セカンドリーグで 4-1 で勝ちまして、うん、でやってきて、でこの試合ユベントス戦で、はい、初戦は 1-1 ドローでしたけど、この試合 2-1 勝ちまして、次ねラウンド4へと進んでいくっていう流れになるわけですね。これを破ってきてんだね、すごいですね。胸張っていいね、これラウンド4だね、これ。いや、本当にそう、これはベスト4だわ。ということで、はい、ハーフタイム終了いたしました。後半行きたいと思います。なんだこのコースいいですね、はい、行きましょう、はいはい、そしてですね、51分、実は、うん、あのこのねアヤックス、はい、皆さんに見ていただきたいものがあって、はい、これはもう動画で見ていただきたいんですけど、うんうん、ずっとですね、うん、このアヤックス今年何がすごいのかって言われたら、はい、パスワークなんですよ。パスワーク、うんうん、でどれだけすごいかって言われたら、はい、あの大分トリニータを、まあ、国内の方だったら思い出してほしいと、はいはい、ミルワカでも結構ね先生やってくれて、この間の動画も出てます。そうですね、うん、大分取りにいた波にもうバンバン回してきます、はい、だ海外出たらそれこそマンチェスターシティとかみたいな感じで考えてもらえればいいんじゃないですかね。もう本当にパスが止まらないというか、うん、間間本当にくぐり続けるってところなんですよ、はいはい、前半からずっとそういうパス回しをやり続けた結果、はい、こちらの、ね、スライドでもある通り、うんうん、ディフェンスラインガタガタしてませんか、ユベントス。そうですね、確かに明らかに ラインになってないですもんね。なってないですね、はいはいはい、だってあのユベントスですよ、はい、あのイタリアですよ、カテナチオって言われた。いや、そうですね、そんなイタリアユベントスがアヤックスのパスワークに翻弄されてこんなにガッタガタな状態になってるんです。逆に言ったらそれだけ何回も何回もあの攻撃が実らなくても自分たちが相手を崩すってことを考えてやり続ければ50分間でここまで来れるんですよ。はー、はあ、なるほどなるほど。 そしてこの真ん中のこのデータ見てもらえれば分かると思うんですけど、はい、オンターゲットって書いてあるものあるじゃないですか、はい、これいわゆる枠内シュートって意味なんですけど、はいはい、アヤックスこの段階1って書いてあるんですよね。アヤックス1本しかシュート打ってないんだ。そう、あの枠内シュートだから先ほどの1本、1得点あれだけ枠内1本で1点決めたんです、ね、いや、このあと勝つんだもんね。そう、すげえ、へえ、ユベントス相手にですよ。本当だね、やってるわけですね、はい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 、さてじゃあ次行きましょう、はい、はい、ダーン、うんうんうん、先ほどから2秒後のシーンなんですけど、はい、やっぱりねあのこうやってレベル差あれば、うん、さっきまたあのガチャガチャしてましたけど、今度はもうディフェンスラインが同じところに集合しちゃってるんですね。本当だ、だからしかもこのシーン見てもらえたら、うん、もう白のユベントス側は4人固まってる状態で、うん、はい、今のこのパスワークこの黒の方で考えたら、はい、右サイドいわゆる奥側ですね、画像で言ったら、うんうん、なんてもう完全にフリー状態じゃないですか。そうですね、そっちにもパス出してシュートはもう打てる状態ですよね、なんでこんなことになっちゃうんですかね。もうだからもうしっちゃかめっちゃかにされてたんです。はあ、これ後でまた違う動画とかこの中でも話します、うん、ユベントスが、うん、はい、ただこのシーンはすごかったのはこの直後に確かに、アヤックスはシュート打つんですけど、うん、シュチェスニーがビッグセーブ、うん、あーそっか、で止めることにはなりました。で続き続いてのシーンいきましょう、はいはい、うん、他にもですねこんなシーンありましたよっていうところで言うと、はいはい、まあ、こんなのですね、これ見ていただければですけど今度は、うん、ユベントス側この白の方は4人ラインちゃんと揃ってるんですよね。揃ってますね。で揃ってる時でも、うんうん、このアヤックス側この黒の方はやれることがいろいろあるんですよ。こんな揃ってて、はい、うん、よく見てみると、はい、この黒丸の人まず右側の方から、まあ、パスがね、この左側の選手に今出てる状態でもありますけど、白4人いるのに対して、
黒もちゃんと4人ぐらいいるんですよ。4人ですね、はい、で、もう1人じゃ白いるじゃないかっていうところで考えたとしても、少なくとも相手が5人、はい、5人、黒は4人、4人だ、ね、で考えれば間をちゃんとつくことができてるんですね、うん、あ、できてるってことでいいのこれは。そうですね、うんうんうん、間にちゃんといるよっていう状態になってる。距離感的にそうですね、確かに。そうです、はい、で続いてどうなるのか、はい、はい、そこから1秒後のシーンなんですけど、うんうんうん、今度はこんなところですね。今、ただやっぱり白のディフェンスラインが今度、うん、やっぱりちゃんとラインがちょっとねガチャガチャはしてはいるけれども、うん、先ほどみたいにもう完全にあの集団一塊になってたりだとか、はい、もうガチャガチャになってるってよりかはもう一つのラインをちゃんと形成できている状態になるんですね、このままだとどうしてもシュートを打つこともできません。そうでしょ、そう、うん、じゃあここからアヤックスは何をしたのか、うん、見ていきましょう、うん、はい、戻したんだろう、戻したんじゃなくて今ボールを持ってる一人の選手いらっしゃいますね、うん、はいはいはい、それの前にフォワードが2人いますよね、うん、で今点線でライン書いてあるんですけど、矢印、はいはいはい、この2人がシュート、うん、いわゆるボールに関与しない形で走るんです、はい、ペナルティーエリアの中に走っていきます、うん、オフサイドポジションに入っちゃうってことですね、はい、あえて入っていきます。あえて、うん、でも入っていくっていう風になるとディフェンダーとしては、うん、あ、こいつにパス出されたらさっき俺らなあのシチェスニー先輩にビッグセーブさせちゃったしな、まずいなシュート打たせるわけにいかないから俺らもライン下げないといけないかもしれないなって 思っちゃいます。引っ張られちゃうわけですか。そうです、はあはあ、ということで何が起きたのか、はい、ドン、ドン約1秒後、うん、フォワードたち、アヤックスのフォワードたちは、はい、ペナルティーエリアでダッシュで侵入していきました、そうするとディフェンスのラインも下がった結果、先ほどボールを持っていた選手は、うん、シュートを打てるスペースができちゃったんですね。なるほどなるほど、だからシュートを打ちます。これもいわゆるシェスニーが結局はね、あのゴールにはならなかったんですけど、そうか、なるほどね結局ね、何が僕このシーンを使っていたかというのか、うん、まだ得点のシーンに関してはこの次のスライドでお話しさせていただくんですけど、なんでこのシーンを言いたかったかというと、はい、意外とね、この俺たちのサッカーとか、はい、パスのサッカーだと言いつつも、はい、おとりになる動きみたいなものって日本代表少ないんですよ。あ、なるほど。でもこうやってアヤックス、いわゆるベスト4ですよね、ほうほうほう、ベスト8とかベスト4のこの戦い、うんうん、そのレベルのチームたちででも、そしてその中のさらにトップクラスの選手たちじゃないですか、はい、の選手たちででも俺らがおとりになるから、うん、スペース作るからそこでシュート打ってくれな、無駄なことがあるんです。なるほど。ちなみにこのシーン、今バルサ VS ユナイトってユナイテッドでもあったって書いてありますけど、うんうん、実はこのベスト8、うん、全試合で同じシュートシーンあります。前の選手がおとりになってディフェンダーを奥に追いやって、ちょっとでもシュートを打つことができるスペースを作ることによってシュートを打たせる、なんかその言葉があるでしょうね、きっとその戦術に対する短い言葉、そんなことがずっと起こったんです。これ先生、僕はあの勉強不足であれそれになって何年かちょっと出ないんですけど、はい、オフサイドのルールって変わったじゃないですか、はい、前だったらオフサイドですもんね、だってこれ。そうですね、ただ今だったら関与無関与関係ないからこの戦術が生まれたってことですよね。そうです、今はもうそのパスワークに関与しさえしなければ抜け出ていいんです、うん、だってディフェンダーそうやって押し込んでる、だからこのおとりの崩し方縦で崩せるっていうのができるってことだよね、はい、わあえてオフサイドポジションに入ることで崩せる、崩せる。でも釣られなかったらいいんじゃないの、オフサイドポジションだから。 そしてディフェンダーたちもだから釣られなかったらいいんですけど、うんうん、そうだよね、でも人間だから釣られちゃう、人間だから。だってそれは一つ前にシチェスニーに、それも伏線になってる、そう止めてもらってるってところもあるから、うんうん、もしかしたら何かあったらまずいなっていう。そしてさらにもっと言えば1失点目、うん、そうやってみんなで手挙げちゃってる、ね、そうだよね、セルフジャッジ、はいはいはい、だからもうオフサイドトラップかけに行くのがちょっと怖くなっちゃってる。そうです、だから逆に言うとあのユベントス、イタリアの最高カテナチオ、相手に守備で怖がらせられてることができてるんですね。しかももうさっきも崩れちゃってるぐらいの56分だから、もう頭も体も疲れてると。そうなんです。なるほどね、動くも落ちちゃうもんね。そうです、だからオフェンスたちはこうやって少しずつ少しずつ相手を瓦解、崩すことができていたわけですね。なるほどね。さらに続いてこちらです、はい、同じく、うん、これ得点決まるシーンになるんですけど、はい、右サイドから、同じ右サイドからのコーナーキックでした、はいはいはい、決めたのが、うん、まあ、先ほどね序盤でも話してきましたけど、うん、マタイス・デリフト。ほうほうほう、あこれすごかった、高かったね、高かったですよね、うんうん、序盤は競ることすらさせてもらえなかった。そうだ、そして競って負けるところまで来た、うんうん、
そして競ってちょっと勝てるようになった、はい、このシーン見てください、はい、ユベントスの選手2人を相手にして、はい、そうですね、勝って、ええ、得点につなげた。いやーすげー、だってね、強固なディフェンスでしょこれ。そうです、高さもあるでしょ。 そうです、その2人の上から頭ね、覆いかぶさるようなヘディングでしたね。でど真ん中ぶち抜いて、うん、はい、ゴールを決めたんです、ね、すげー、キャプテン、キャプテン、うん、もうだからそれこそちょっとねあれですけど、スラムダンクの桜木花道のようにというか、あ、はい、試合内でロナウドの動きをずっと研究したんですよ。研究した、はいはいはい、どうしたら彼はああやってセットプレー、いわゆるもうスピードもやっぱり前世紀の頃からしたら衰えてきて、ただ得点力だけは衰えてない、うんうんうん、なんでなんだろう、入り込む動きがすごいんだ、さっきも自分はそれでやられた、はあ、だったら自分は頭の中で考えよう、うん、少しずつなんかできることを見出そう、うん、守備で勝つ、はあ、攻撃でもだんだんできるようになってくる、はあ、66分かなこのシーン、はあ、で点取ったんです。はあ、すごいなんだ、わーわー言いながら大一番で19歳で、でも前半の借りを返した決勝弾ですよ。吸収力と成長力が爆発的なこの東京星座のディフェンダー、アヤックスの歴史の扉を開けたわけです。素晴らしい、賢い子だ ね、ちょっと感動ですよ。19年どうやって何食って何を学んだ子なんの ね、 すごいね、それがそうなったんです。いやー大気だね、すごいね、本当に頑張ってほしい。でちなみになんですが、はいはいはい、先ほどでもちょっと言ったんですけど、うんうん、ぜひね、はい、こちらです、うん、で見ていただきたいのがですね、はい、まあ、そういうね、あの各シーン見ていただきたいのもあるんですけど、はい、もしあのお手つきの際ありましたらですね、うん、55分51秒から、アヤックスがですねゴールキーパーオナナから開始されたあのパスワークがあったりします、はい、ここがですね、あの階段状というか、うん、右サイドからもポン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 で相手のユベントスのディフェンダーたちをかいくぐりながら、うん、ずっとパスワークでゴール前まで侵入し続けるという動画があるので、うん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 、ここら辺をぜひ見ていただければと思っております。はー、すげー、こういうのいいですね、はい、あ、なるほど、宿題ですよ皆さんね。わかりました。56分なんで、まあ、あの始まる前が20分ぐらいのかな、はい、76か8ぐらいかな、これスライダー、はい、これ誰か調べておいてください、やっといてください。以上でございました。いや素晴らしいですね、わかりやすかった、ありがとうございます。面白い、なるほど、はい、以上アヤックス VS ユベントス、勉強になりました。ね、毎朝配達しておきます、明日もありますのでね、はい、ぜひまた教えてください先生、よろしくお願いします。ありがとうございました。ミルクサッカーアカデミーの山でした。ノーミルサトでした。ありがとうございました。ありがとうございました。